請求をされている方というのは、まあ、長年今治と縁があって、まあ、一時住んだこともあるし、今もたくさん友人がいるという方で、で今治の地元ではですね、今治市の情報公開請求をその今治市市民ネットワークという団体が中心になって一生懸命やってるんですが、まあ、東京でもやってほしいというようなことを現地の人に頼まれて、まあ、じゃあたまたま今東京に住んでるから今治の市民の人たちと連携して中央省庁に対する情報公開をしたいということでお見えになったんですね。8月頃だったと思います。でそしてその後、まあ、合計で何回やったかもう数え切れませんけれども、まあ、その都度報道に出てくるような書面で、公開されてないものについて情報公開請求をしてきたんですね。でところが、まあ、あんまり中身のある情報が出てこなくて、で、まあ、10月13日には、期限が延長されていた内閣府の関係のですね、書面が出てくるという話だったんで、我々も身構えて待ってたんですが、完全に不開示決定だったということで、まあ、さすがにちょっともう我々としてはこれはひどいなと、で選挙の前には一切出さないっていうそういう、魂胆だなというふうに思ったので、この間の経緯を明らかにする、そして不開示決定に対してはきちっと法的な、不服申し立てをするということで記者会見をしたということなんです。これ今治市で出てきている書類なんですが、平成27年の4月2日に内閣府国家戦略特区の、協議のため東京に出張したと。これ、ね、今治市の企画財政部企画課長の秋山さんで、この人が、内閣府地方創生推進室、これは平成27年の6月1日に、まあ、これは国家戦略のワーキング会議の4日前なんですけれども、6月1日にやっぱり同じこの今治市の企画財政部企画課長の秋山さんという人が行って、内閣府の地方創生推進室と会っていると。まあ、これはかなり重要な会議だったというふうに思われるんですが、まあ、こんなふうに中身は分かりません。去年になりますが2月9日で、これは今治市の市議会の、議員の方々がやはり、地方創生推進室の次長に会われたということで、まあ、これは中身も分かっていてですね、でこれは非常に面白いのはこういう会合の写真まであるんですね。こういう、会合について記録が残らないということは、まあ、ありえないだろうということで申し立てたと。でこの3つともが、その記録、我々が求めている記録を確認できなかったということで不開示決定ということになったんですね。公文書管理法という法律が、自民党政権の、福田さんの時ですね、公文書管理法というものが作られて、行政がこういう重要な意思決定をする際には、その節目節目にですね、ちゃんと記録を作りなさいと、そしてそれを保管しなさいということがはっきり、まあ、指示されていて、まあ、これがされてなかったということで問題になったのが、原発事故の後の官邸の中での重要な会議についてきちっとした議事録が取られてなかったということで、まあ、自民党が鬼の首でも取ったように大騒ぎしたことがありましたけれども、まあ それ ああいうことで騒いでいたにもかかわらず、こういう特区に関してですね、内閣府が対応していたことが明らかなのに、それについての資料が一切、確認できないと、まあ、存在しないんだということで不開示にするということは、まあ文書があるとしたら、まあ、情報公開法違反になるし、文書がないとしたらそれはもう公文書管理法違反になるんですね。どちらにしても違法な状態になっているというふうに、言えると思います。新しい証拠は一切出さない、それは、全て、選挙が終わった後、認可が終わった後に出すというそういう政府の方針を強く感じます。まあ、そういう意味で、まあ、この、まあ、掛け掛けの問題、今僕の説明でだって分かっていただけたと思うんですけれども、国の補助金、莫大な補助金が出ている、そして、
その条件的に言うと、もう一つ実は京都産業大学というところと加計学園が争ってたわけですね。しかし、普通のその学部の条件だけから見れば京都産業大学の方が優れてるんじゃないかという意見もあったんだけれども、萩生田さんたちが一生懸命基準をいじってですね、付近にそういう設備がないところということで四国にしか作れないような基準案を作り、そして、まあ、これだけ文科省に圧力を加えてですね、省内にはいろいろ異論もあったのに、それを押し切って認可に持ち込もうとしたという意味で、まあ、前川次官がおっしゃってましたけれども、行政が歪められようとしたんだと、まあ、そして最後の総仕上げが選挙後に待ってるのかもしれませんけれども、まあ、そういうふうに見る見方っていうのは十分成り立つんじゃないか。いずれにしてもですね、そのこれだけの重大な証拠類があって、それを全部その市民の前に明らかにして、どういうことがあったのかですね、まあ、これだけ その無理筋のことが行われているということは、明らかに安倍首相とその加計幸太郎氏のですね、特殊な人間関係ですね、こういうものを抜きにはちょっと説明できないのではないか、そこでお金のやり取りがあったかどうかとかは分かりません。しかし彼とその加計幸太郎さんとの関係は、まあ、そのお金の関係以上の、何かもう無二の親友だとかおっしゃってますよね、まあ、そういう関係の方がやっている案件について便宜が図られたんじゃないか。で、安倍首相自身がその加計さんがこれを作ろうとしているのはですね、この認可がその降りた後になって知ったというようなこと、1月20日ですか、に知ったというようなことをおっしゃっていましたけれども、まあ、それは およそありえないことなのではないか。もう1年間に何度も一緒にゴルフでですね、ゴルフコースを回っていて、今何やってんのかっていうことをですね、話さなかったっていうことも考えられないし、まあ、ちょっと思い出していただきたいのは、安倍昭恵さんのね、ブログに「その男たちの悪だくみ」ってこう出てましたけども、なんか悪だくみをしてるように見えたんでしょうね。まあ、安倍さんと昭恵さんも正直な人だから何か悪だくみしてるわと思ってこう軽い気持ちで書いたんでしょうが、まあ、本当に真相を言い当てていた可能性があると。ということで、まあ、この加計学園の問題が、何も問題ではないかのような言説が、まあ、少し一部のほんの一部かもしれませんがマスメディアとかに出てきているというふうなことも聞きますけれども、まあ、とんでもないことでですね、やっぱり、まあ、少し前の自民党であれば、まあ、こんなことは許さないで、もっと徹底的に問題を解明したでしょうし、政権が吹き飛んでいてもおかしくないような案件ではないかと思います。で、まあ、このような状況で、まあ、明日選挙投票ということになるわけですけれども、まあ、ここで自民党ないしはその自民党につながるような勢力を果たしてしまったらですね、この加計学園の闇というのは永遠に明らかにならなくなるんじゃないかということを危惧しております。今度の選挙はすごく重要な選挙だと思っていて、まあ、ある意味日本のその戦後の民主主義がですね、破壊されるのか守れるのかということがそのかかっているような選挙だと思うんですね。で、まあ、この放送をご覧になってくださっている方の中で、まあ、野党を支持されているような方は大体気持ちが固まっていると思うんですが、戦後ずっと自民党政権が続いてきたし、まあ、一時民主党政権もありましたけれども、私は自民党って決めているような方もですね、今回は慎重に考えていただきたいんですね。やっぱり今の安倍さんの政治のやり方は相当おかしなことになってきていて、それこそ何代か前の自民党政権は公文書管理法を作ったり、消費者庁を作ったり、まあ、これは福田康夫さんの時ですけれどもね、まあ、一般の市民のためになるようなことを少しでもやろうとしてきた経過があったと思うんです。だけど今の安倍さんはそのやったことを数えれば秘密保護法を作った、戦争法と呼ばれる平和安全法制を作った、そして、共謀罪を作った、要するにその市民の自由な発言を認めたくない、そして自分たちがその進めるような戦争できる国づくりっていうことを進めていく、まあ、これに歯止めをかけられるのは今度の選挙 の皆さんの一票しかないんですね。で、まあ、自民党支持の方も今回は僕は、立憲野党に入れるべきではないかというふうに強く思います。